ことを持ち帰る。手探りで部屋の明かりもつける。寂しく冷えた空気が部屋にまとわりつくんだ。明日までに提出の書類が。電話のベルが部屋に響く。時計は3時を回ってる。賑やかな受話器の向こう、お前も出てこないかって。明日は確か朝から会議が。みんな幸せに暮らしてんだろう。幸せに暮らしてんだろうな。いつか目が覚めたらそばに笑いかける君がいて、どんなわがままだってすぐに聞いてあげたくなるんだ。今日の天気でも見ながら眠りに旅に。